印象悪いね。なぜか幼馴染が僕の部屋に住み着いてる件について出て行ってほしいです。どうしようかな。もかちがね、頑張って TikTok 撮ろうとしてます。撮ろうとはしてます。かなり珍しいです。そして僕は今日出すショーツを編集中です。かわいい。それ伸びそうやな。え、無理なのよ、食うのできないのよ。やめた。おやすんで。おい、人の目で寝んな。でもここ汚いでしょ。汚いでしょってどういうことやね。そこで寝てんねん俺。なあ。お腹すいた。その一言から全ては始まった。早くご飯食べ行こう。あんたは TikTok 撮ったらじゃあ食べるよ。あーねー。よし、これで完成してるかどうか確認します。一回よし、完成した。あー疲れた。これやろ。勝手に人のベッドにほんといて。見えるか、あっち行って。え、これ撮ります。ちょっと俺、完成したとこ見ていい？喧嘩してるわ、俺が。みやびくん、ちゃんと横行って。いいか、ここ行って、ここ。はぁーちょ、びっくりするわ、俺。痛い。びっくりした、今マジで。助けて。面白かった？いや、面白いとか、こうびっくりした、普通に。それのせやな。いらん、やめろ。あー、あー、すごい。あー、怖いすぎるだろ。どう、これ。いや、結構怖いね、普通に。これでいいか？普通にびっくりするんだけど。これでいいかな。はい。乗せた、乗せた。ありがとうね、協力してくれて。うん。今日からここで暮らすな。うんうん、やめて。うん、大丈夫。何がやねん。もかさん、僕のベッドね、ここ。TikTok 見てる場合ちゃうよ。TikTok 見てるんじゃないよ。何見てんの？撮ろうと思って TikTok 見てんだ。え、偉いやん。TikTok 撮ろうとしてんの。でもしんどいんだよ。しんどいん？なんでなん？恥ずかしいから。恥ずかしいの TikTok 撮るの？恥ずかしいんやって、できんなんだ。仕事やで。無理ー。お腹すいたよ。ちょっと今、投稿しないといけないから、ちょっと待って。どんだけお腹すいたか、熱弁しても。ヨーグルト食べよう。あ、ヨーグルト食べて。持っておいで、ヨーグルト。本日のヨーグルト、ビヒーダス。オッケー、いい感じ。なお投稿します。いやー、投稿作業が大変なんですよ。お腹すいた、お腹すいた。はい、お腹すいた。あどうした。お腹すいた。お腹すいた。そうなんだ。怖い怖い怖い、そんな怖い。こっち見て。お腹すいた、お腹すいた。怖いで顔。お腹すいたんだ。へえ、そうなんだ。俺分かる。俺もちょっと今日。お腹すいた、一人で食べに行っちゃおう。じゃあね、ヤヤくん、今日もかいいご飯食べようと思ったけど、ミヤくん、バイバイ。わかったわかった、もかち、もかち、わかった。何食べたでしょ。一回座って。それによって座るたら恥が。あんたが食べたいもん食べたらええか。シュラスコ、私たち行ってくよ。わかったわかった、いいよ。シュラスコね。いいの？いいな。怖い怖い怖い。いいな。離れそうやろ。チラスコってなんだ。バンコクの料理。チレだ絶対。わかんない。ミアくん大好き。好き。ミヤビのことが大好き。ねえ、ちゃんとさ、モカのラブコール見て。なかなかないよ、モカがラブコールすること。そんな好きな俺のこと。別に。ごめんって。よし、終わった。行こう。やったー。ねえ、見て見て、これ見て。何？これなんだと思う？知らん。袋の中からペットシーツ。は？これペットの。これペットシーツ。これペットシーツなんだけど、うん、ママが包んでくれたよ。ありがとうママ。見て、明太子。本当だ、明太子だ。ペットシーツの中からこれしかないからって言ってママにペットシーツくるんでくれた。ああ、実家に行った時にそのペットシーツ作るんで明太子持って帰って。臭いとか言うの。これね、ママと一緒に、うん、この間群馬に行ったの。うーん、で明太パークってとこ行ってね、明太子買ったの。ああそうなんだ。何してんだかと思ったら、あんた明太子食べとるやん。いや、明太子ってご飯とかと一緒に食べるもんなんですよ。今このまま行く派なの？いや、そのまま行くのちょっとおかしいよ。世界一美味しいわ。おかしいって、ねえ、ダメだよ。塩分取りすぎで痛風になっちゃうから気をつけて。分かった。さすがにそれ良くないよ。分かった。もうやめとこ。ほんなでかいの食べたら。これ1かけ、1かけだけ。え、汚っ。
だって食ったものそのまま入れるってことでしょ。いやこれだけだ。そんなお腹空いてんやったら行くから。ちょっと待って、もう終わったから今アップ中だから。嘘だろ。え、普通じゃないの。いや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 、普通ご飯とかと食うよ。それだけだとしんどくない。うん、うまっ。でもさ、居酒屋さんとかにあるじゃん、よく明太子、うん、いや分かって、そんなんだからいいっていいって、もういい、やめとき、うん、ほら、あ、じゃあもうチラシ食うのやめるよ。うん、いいやな、お前もうやめとき。チラシ食わんよ。やめたよ。早くそれしまって。なんなんその顔、早くしまい。これあげてもいいよ。うん、なんやこいつ。食べたいとき食べてな。うん、変なやつ。はい、というわけでですね、もかさん来ましたけど、これ一番好き、ソーセージ好き。ソーセージ好き、すごいですね。ソーセージが来ました。いやこれ毎日来てやねんけどね。そう、今日めっちゃ人いっぱい。これサラダもついてますよ。かけます。全部かけちゃうよ。綺麗にかけれませんでした。うまい、マジで。おいしい。ソーセージめっちゃうまい。食べて。こっちから食べて。あ、いいよ。もかヤングコーンが好き。肉食べ放題屋さんに出て肉食べないように。怖っぽい。おいしい。うまい。ガーニャでございます。こちらお肉切りますので、はい、そちらのトングでお願いします。はい、じゃあ、あ、すごいすごい。はい、お願いします。一番人気ですって。これがイチボかな。あ、これだ、イチボ。あ、イチボなんだ。ソーセージ。これはマジでうまい。ソーセージが一番おいしい。帰れ。パン食べます。これもおいしい。あ、おいしい。ごめん、これで刺しちゃった。これもおいしいって言ったな。めちゃめちゃ柔らかいよ。失礼いたします。こちらフランゴスパイシーチキンでございます。どんどん来るも勝ち。やばい、私追いつくよ。やばい。なんかめっちゃうまい。だろうね。ショートケーキみたい。僕はね、ソースをかけます。で、こっちも使います。これ何。これは玉ねぎ。地獄やん。で、一口いっちゃいますよ。牛肩でございます。わ、すげー。やばいやばい、ピンチ。やばいやばいやばい、とんでもない。どうですか、お味は。合計で見てやろう。美味しい。失礼します。じゃあ、ポークにスペアリブですね。ありがとうございます。今大丈夫ですか。アイドルのリセクションサービス。ああ、そうですか。いや、僕も見てます。ああ、そうなんですか。ちょっと気まずいったね。こうやって肉めっちゃ溜めたんで、もう赤にしてね、一回ストップにしとかない。宮部くんですら溜まっちゃって。俺はなんかカメラ回ってる。なんか美味しいんか。ありがとう、忘れてくれた。あ、な、なんやそれ。うまっ。目ん玉いつか出そう。目ん玉ってさ、出るらしいよ。出るの。かい。いいよ、その話はいいよ。ちょっと聞いて、うん、ね、ちょっと聞いて。海辺のギャルの話や。海辺のギャルがすっ転んだら目ん玉出たみたいな会話してんの聞いて、小学校の時にね、転んだらいけない、転んだらいけないと思って生きてきた。なんでこここんな美味しいんだろうね。なんか他のさ、シュラスコいろんなとこ行ったけどさ、ここ一番美味しくない？ムカさん、前友達とさ、あのここの別店舗行ったの。こっちの方で断然美味しかったの。でもですね、今ですね、僕らの動画を見てね、この店にね、来てくれた人がね、声かけてくれました。嬉しいね。めっちゃ、なんか運命やね、それ。奇跡じゃない？めっちゃ奇跡と書いて、運命と読む。これイズ、これ。これは何ですか？これはチーズです。2個もらっちゃった。近くない？めっちゃうまい。ありがとう。こんなチーズ好きなの？だから太るんやで。もう一生口聞いてあげない。皆さん助けてください。僕の体がそんなになってますか。全部ラムです。ラムなんですかこれ？ラム肉だって。何か分からず僕もらいましたけど。やばいよその量。なんでそんなもらったの？食べて。お腹いっぱい？お腹いっぱいであるけど、ラム食べれない。臭い。この人、ジンギスカン苦手なんですよ。理解不明ですね、本当に。なんか独特の匂いするじゃん。これが美味しいんじゃん。これがダメなの。獣を感じちゃう。このお肉は何ですか。じゃあ、イチボ。イチボ
好きな人。教師は？教師焦んな。今店の中で教師したら電車来ちゃうでしょ。いやめっちゃ早い。いちご好きな人。終盤のカレーしんどい。もがち結構お皿綺麗。お前、俺も綺麗。ラムがやばい。カレーいただきます。うん、いいで食べてみ。よかった。めっちゃこれ。あれ、そうや。めっちゃうまい。お前なんか小動物みたいな。うん。いや、ちょっと指ささんといて。お前って言ったでしょ。いや、お前って言った今。小動物っぽい？何っぽい？ネズミ。でも、お母さん。あ、ごめん。ゴキブリ。小動物じゃないやん。悪よ。あ、指ささないで。ごめん、ちょっと指ささないで。あ、ハエ似てるわ、ハエ。うわ、おいしそう、いいじゃないですか。あ、ダメ、やめて、教授、モザイクめんどくさいから、やめて。それはね、公平じゃないから、公平にしよう。何が出るかな、何が出るかな、じゃ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 。はい、残念。あ、モカちゃんはね、ソース全くつけないですけど、僕はソースつけますから。持ってくの。この人お腹いっぱいらしいんですよ。さっきまでまだ6割って言ってたのに、まだまだ食べれるよね。ダメだよ。なんかマッシュルーム食べたいから。これはどう？美味しいね。もうちょっとですね。もうこれお腹いっぱい。お腹いっぱい。お腹いっぱいなの。頑張って。マッシュルーム世界一美味しいんだ。うん、僕食べようと思ったんですけど、奪われたんですよ。いいよって言ってくれたの。いいよっつったけど。じゃあ、いいよ、これあげるよ。効果交換じゃないね、それ全部。効果交換してもいいよ。本当にお腹いっぱい。で、そう、あの、僕じゃなくて、あの、店員さんの人見ないで。あ、おかわりして。俺の顔に注文して。じゃあ、言うから、最初の一声。何、最初の一声って。すいません。じゃあ、じゃんけんのあげ忘れてるんで。はい。最初あげ、どんどん来い。はい、こうでしょ。お願い、一回頼むな、ほんとお願い。お願い、ちょっと大きく言って。ちょっと大きく言って。おかしいよ、客やん。ちょっと待って、見ないで、早く言って。おい、目まで言ってちゃう。すみません。うちあるしないで。早くして。あ、ウーロン茶、ウーロン茶、ウーロン茶。私よ、これ。あ、ウーロン茶お願いしてもいいですか。はい。どうやってこれから先気に入っていくん？ピンポン。そう、違います。だから、いや、この店のピンポンないやん。ピンポンない店まだまだ多いから。本当に苦手。俺、私みたいな人いるから、全店舗タブレットかピンポンにした方がいいと思う。ワンポイントアドバイス。宮野くん、チーズ食べんの。ん？じゃあ、僕もお腹いっぱいですけど。はい、ちょっとお腹いっぱいとしか言ってないけど。え、食べんの。じゃあ、あげるよ。どっちもあげる、どっちもあげる。やった。じゃあ、ナスとズッキーニあげるよ。いや、いいよ。これあんた食べなさい。どうした？野菜の汁に使ってて、野菜の味する。まあ、やばいね。ちょっとお腹いっぱいすぎて、死ぬせいだね。帰りましょうか。ごちそうさまでした。いや、腹いっぱいすぎて、手が震える。